カッパ園長グッズ第9弾販売開始のお知らせです。カッパ園長オリジナルカッパパーカーとポケットが2つ付いた最新エコバッグ、3日間限定販売となりますのでお早めにどうぞ。はい、どうもカッパ園長です。さて、じゃあ最初はね、この安倍元総理のこの国葬のお話からいきましょうかね。まあなんかね、反対わめき散らしてる人がたくさんいますけども、まあ、たくさんはいないのかな。まあ一部界隈でね、まあ特にこの立憲のね、このなんだっけ、蓮舫さんとか辻元さんとかは、いやもう絶対行かねえかんなみたいなまあ行きたくない人は行かなきゃいいんじゃないですかね。で、まあその話じゃないんですけども、オーストラリアね、世界各国なんか一時ね、なんかメルケルさんもなんかこの回避してみたいな、誰が来るんだろうみたいな、なんかそんな話になったことがあったんですけども、まあなんか続々とね、やっぱり世界各国からね、まあ参列のなんか返事がね、続々集まってる中、オーストラリアすごいっすよ。これニュース見ました？今このアルバニージー首相ですよね。プラス、かつての、だからもう元首相ですよね。3人来るんだ。だから現職と元首相、なんか4人来るらしいんですよ。首相の肩書き持つ人が。すごくないですか？で、まあちょっとね、その辺見ていきましょうかね。安倍元首相のこの国葬27日ですよね。オーストラリアのね、この現職の現役の首相と元首相3人、合計4人で、オーストラリアからね、要人が、まあ、参列されると。でまあ、この今のオーストラリアのこのアルバニージー首相以外のこの元首相、ハワード元首相、アボット元首相、ターンブル元首相、この3人がどうやら、安倍さんの在任中にこのオーストラリアの首相を務めた方々らしいんですよね。だから何かしらこの安倍元総理と、まあ、縁がある、関わったことがある。確かこの記憶ではなんかこのアボットさんは安倍さんとなんとなくこの写真見る限りじゃ、なんか個人的にも、あのトランプさんみたいな感じですかね。その、なんだろう。それぞれのこの国家元首、首相とか大統領とか政治指導者っていうこと、仕事を抜きにして、なんかあの、気が合うとかさ、話が合うとか、なんかそういうやつですよね。なんかアボットさんとはなんかそんな感じだったような気がするんですけどもね。で、まあそのね、ちょっと記事見ていくんですけども、オーストラリアのこのアルバニージー首相が、今月27日行われる安倍元総理の国葬に参列することを発表しましたよと。で、その発表によると、安倍元総理の在任中に首相を務めたハワード元首相、アボット元首相、それでターンブル元首相も同行するっていうことなんですよね。で、アルバニージー首相が今年5月の就任以降、日本を訪問するのは就任直後に、東京で行われた日本、アメリカ、それにインドとの4カ国のこの枠組みクアッドの、首脳会合に出席して以来、2回目だと。でね、この声明でこのアルバニージー首相がね、こんな風に言ってて、安倍氏の、リーダーシップのもと、オーストラリアと日本は経済、防衛面での連携や人的交流を深めた。私たちは自由で開かれた強靭な地域を発展させていくため、協力関係強化を続ける。まあそういうふうにね、おっしゃってるんですよね。まあだからっていうわけじゃないんですけども、ね、その反対騒いでる奴らは何なんですかね。まあなんか日本のこの事情を、まあある種この正確に理解している、そういうことの表れかもしれないですよね。まあ、オーストラリアとしてはね、この安倍さんが、なんか、介入ではないですけども、安倍さんがいなければ下手したらね、オーストラリアはもう孤立して、ね、中国の植民地化されていたかもしれない。結構ギリギリのね、なんかもう港を持ってかれたとか、それぐらいのところまで行っちゃってたはずですからね。だから、オーストラリアを中国から引っぺがして、危機感を持たせてね、この白人社会にこの警戒心持ってるこのインドも、ね、まあなんかこの、ある種ロシアのこのプーチンを
ね、プーチン大統領を垂らし込んで引きずり込んでクワッと立ち上げたのは、まあ、日本独自のこの外交成果として、まあ、改めてですけどね、うん、安倍外交、ね、安倍さんのこの外交手腕の、まあ、一つの成果だと思いますけどね。ただ残念ながら今はもう全ての時計の針が巻き戻っていっちゃってる、うん、安倍さん菅さんでこう繋いできた、ね、何もかも一切このね、うん、坪総理が、ね、岸田坪内閣がもう全部台無しにしてくれてる感がありますけども、うん、でまあ、そんな中、ね、うん、安倍が国葬国葬言ってる人たち、ね、まあ、いるんですけども、まあ、逆に、ね、何を言ってるんだと、まあ、そういうこの発言をね、うん、その国葬反対、国葬反対、特にこの政治家連中の中にですよね、うん、まあ、特にもう反日特定野党界隈のやつらですけども、まあ、そういうやつらに対して何言ってんだっていうね、うん、そういうこの発言をされる方も何人かいらっしゃるんですけど、その中でこのちょいちょいこの、なんだろう、僕もニュースで2回ぐらい取り上げたことあったかな、この駐日ジョージア大使の、ね、このレジャバさんという方いますよね、うん、ティムラズ・レジャバ大使、うん、この方結構なんだろう、なんつったらいいのかな、注目したのは、ロシアがウクライナに、ね、この侵略し、開始した直後ぐらいですかね、上海電力さんとかに、ね、このピシャッとなんかそういうことを言ってた、そういう発言の時にも確か動画で取り上げたことあったと思うんですけどもね、うん、で、まあ、このジョージア大使のね、レジャバ大使がね、安倍さんの国葬に反対しているやつらって何なんと、目に余る言動にね、心が痛むっていうふうにね、そういうふうにおっしゃってるんですよね。うん。本当ですよね。で、駐日ジョージア大使の、ティムラズ・レジャバ氏が、このか、ツイッターでね、安倍晋三元首相国葬について思いを綴ってらっしゃったと。で、国葬をめぐってメディアは日本の一部のオフィシャルから、あれこれと発言が出ていることを残念に思います。それどころか個人に対する目に余る言動に心が締め付けられていますと、様々な意見が飛び交っていることに、心を痛めていたと、さらにたった一人でも、国外からの来賓があるならば国民が一丸となって対応することが日本の本懐ではないのでしょうか、来賓の思いが考慮に入れられることなく意見が二分されている点を指摘していると。で、続けて、また問題があるとすれば機会を改めて吟味すればいいのではないでしょうかと提案。今は政治ではなく日本全体の姿が試される局面ですと呼びかけたと。私は全く必要なく、悲惨な死を迎えてしまった安倍元総理の英霊を敬い歴史に残る国葬となる覚悟で出席を表明いたしましたと、まあ、なんか思いをね、示したらしいんですけども。本当ですよね。うん、まあでも騒いでる奴らな、うん、はっきり言って、ね、日本にいるっていうだけで、まあ外国勢ですからね。うん、でも同じこうね、うん、このジョージアのこの大使がね、まあだから外国勢って言っても要は反日勢だよな。うん、日本生まれ日本育ちの日本国民のふりをした奴も含めて、うん、まあ反日勢なんで、うん、騒いでる奴らは。まあ、いつものメンバーですよね。はいはい、みたいな感じですけども。まあ、こうやってね、オーストラリアからね、うん、歴代の首相も一緒になって、参列されると、うん。なんか順番待ちがすごいことになるみたいな予想まで立って、どういう感じになるのかわかりませんけれども。ここはやっぱりね、うん、もう国葬やると。で、実際ね、この世界中からね、うん、参列者がね、来ると。うん、決まってるのにね、ああでもないこうでもないみっともないよな、本当に、うん、本当恥ずかしいよ、うん、ね、もうやるって決まってんだからさ、でお客さんじゃないな、参列者も世界中から来るんだからさ、いつまでもみっともしょっぱくせえこと垂れ流してんじゃねえよ、国の恥だぞ、うん、もうなんかよそ行けよって、よそ行ってやれよとね、本国帰ってからやれよ好きなだけって思いますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。